それでは7枚ずつこうかけたみたいなんで、チラッと望みが見えちゃったちょっとね、あれなんで、チラッとですけど7枚やってみました。センターに来るものも決まりました。そしたらこの7枚の円形になってるカードをお写真に撮って携帯の待ち受けにしたりとかするといいと思います。私は待ち受けにするのと、だからまあ待ち受けにする時も背景をちょっと考えて、今ちょっとこのお机は明らかにワーキングデスクなので、なんかちょっと綺麗な、はい、ハンカチとか綺麗な板の上とかにするといいと思います。はい、そして、一番センターにある目につきたいものっていうのを携帯のポケットとかいつも目につくところに入れておいて、あとの6枚は割とこうお家の引き出しにでも入れておいたりとか、コルクボードに貼ってみたりとかして、あ、もう7枚まとめてコルクボード貼ってもいいんですけど、貼ってみたりして、あの、そうそうって思ってみてください。はい、じゃあ、これはその週分の日で、これから年末に向けてっていうことが結構あるのと、それから来年に向けてっていうことが入ってると思う。入ってます？あんまりタイム軸がない。タイム軸があんまりない。全体って感じかね。大きいのと、割とその今からちょっとずつでもできそうなことを、入れてみましたね。してみました。じゃあ、あの、その両方あるとすごくいいと思います。さっき、あの、このお友達にが指摘したのは、私の望みってすごく具体的なんですって。いつまでにこれとか、いつにはこれがしていたいとかって言って、ただ、あの、私この お友達の最初の100を聞いた時に、あ、なんか昔の私とゴールデンサイクルカード作り始めた頃の私とそっくりだなって思ったんですよ。なんか私も最初はこう漠然でもないんだよね、でもなんかこう標語みたいに生活を整えるとかさそういうような、あ、でも私もさっきね、バランスとかって書いてるけど、こういう標語みたいなものとかからスタートでも全然構わないと思います。むしろ標語みたいなのって今日からできることなので、そうするとだんだんそれがもう生活習慣になったら次カードからなくしていいじゃないですか。そうですね。そうすることによって徐々に徐々になんかこう、ではっていうより具体的な目標とか、望みとかがはっきりしてくると思うので、です。はい。はい。では皆さんもその7枚をお写真に撮ってみてください。これから私たちは、あの、この7枚をお互いに見合って、相手にその願いが叶う叶うっていうワークをします。人に言われるとそうかなっていう気になるので、あの、この心と脳にですね、脳にはそうなのかできたのかって思わせ、心ではああできるって思わせ、この脳と心をいっぺんに騙し討ちにするというね。でもそれによって、あの、そう叶って当然っていう風にしていこうと思います。よく言われるのが、種まきした時にその種から芽が出ないってあんまりみんな考えないですよね。出るものと思って植えますよね。それから桃の種植えたら桃が出るって知ってますよね。桃の実がなるって、それもどんな風な木になってほしいかってこう明確にビジュアライズできるじゃないですか。それと同じにちょっと考えていただきたい。だから今日の種まきが、あの、バランスの取れた毎日っていうのの種まきをしたら、それを使ってどんな生活が待ってるかなっていうのをこうビジュアライズしていくっていうところに、このお友達の力を私も借りたいと思います。例えば私が、私の望みの一つはバランスの取れた毎日なんだよねっていうと、私のお友達はバランスの取れた毎日いいね、できるできるって私に言ってくれます。ちょっとやってみましょう。私の望みはね、バランスの取れた毎日なんだよね。バランスの取れた毎日いいね、絶対できるできる。ありがとう
っていう風にやります。このあたりがちょっとガーリーなんだなでも男同士でやっても結構叶う叶うとかしてイエーイみたいな、うん、結構ノリノリになっていくので、こう一つ目標に向かって進み出すかなっていう気になれると思います。じゃあこれからお互いに1枚ずつやっていきます。